はい。それではですね。まあ、最後になります。4因子展開の応用ということで、えーまあ、平面の方程式を求めるという問題ですね。まあ、4因子展開を使って求めてみましょうということですね。はい。では、この問いですね。3点これこれを通る平面の方程式を求めようという問題をですね。はい。ちょっと考えてみましょう。さあ、どうしましょうかね。4因子展開を応用する。はい。まあ、ちょっと、えー、 いきなりではあれですね。まあ、これ教科書にもある問題ですけれども、えー、応解説していきます。はい。このような行列式を考えるんですね。はい。この行列式は何かというと、えっと1、1-1-0-0-1に、この先の3点がここにこう、並んでいます。で、x, y, z があって、ここに全部1がこう並んでるんですね。はい。こういう行列式です。 で、この行列式なんですけども、4行に関する展開を考えると、容易にわかるように、xyz に関する一次方程式になっていることがわかります。いいですね。つまり、この行列式は、xyz に関する一次方程式、1をイコール0と置くとですね、この行列式イコール0と置くと、xyz に関する一次方程式を与えていて、しかもですね、xyz にこの点を代入すると1、1-10とか0-12を代入すると、こ 重複が出ますね。ですから、対価性によってゼロになるわけですね。つまり、この方程式は、この3点を代入するとゼロになる。しかも、まあ、XYZ に関するこの、えっと、係数がですね、まあ、ゼロでさえなければ。こ、ま、れ、あ、全部ゼロだと意味がないんですけども、XYZ に関する係数がもしも、どれか一つでもゼロでないものがあれば、それは、この3点を通る平面の方程式になるわけですね。3点の値を代入してゼロになり、かつ、え、XYZ の一時方程式ですから、 これは、あの、平面の方程式ということになるわけです。はい。ということで、これをですね、あの、展開すると、こういう式が得られるので、この、4因子展開するとですね、で、まあ、方程式、これこれが得られると。一応代入してみると、例えば、1-10は4たす1-0で5とかですね、0-1-2は -1 プラス6で5とかですね、12-1-6イコール5とかですね、こういうふうにちゃんと満たしているということがわかります。 はい。ということで、まあ、行列式を使うと、皆さんが最初の頃勉強したこの平面の方程式もですね、まあ、行列式を使って求めることができるということですね。それでは、4因子展開の応用のその2ですね、クラメールの公式というのについて解説をしていきます。クラメールの公式というのは何かというと、A が生息行列のとき、AX イコール B という連立一時方程式を考えます。 ですね。で、この場合はだからもちろん、x は n 変数で、n 連立一方程式で、係数行列が正則だと。こういうことですね。そうすると、この解 x、解のベクトル x というのは、どうなるかというと、a インバース b というふうに書けるわけですけれども、a インバースの式がですね、a の行列式分の1の a の4位行列と書けましたから、このように書くことはできます。で、そこでさらにこの x の大 i 成分 xi ですね。これを具体的に式で書くとどうなるかというと、 えー、b の成分 b1 から bn と、それからあー a の a チルダー、四式行列 a チルダーの大愛行ですね。大愛行。で、大愛行ということは、これはデルタ1 i デルタ2 i デルタ ni ですから、このような式になります。で、この式は何かというと、これちょっとカッコが抜けてますけれども、えー、この式は何かというと、おえー、と、a の、行列 a のですね、大愛列のところを、この b、 右辺のベクトル B に置き換えた行列の行列式の大 I 列に関する四因子展開になっているわけですね。はい。このデルタ 1i、デルタ 2i というのは当然 A の I 列のところには影響を受けないので、I 列のところをすっぽり抜き引っこ抜いて B に差し替えたものですね。それを考えたときに、その A、この行列の大 I 列に関する四因子展開の式になっていますと。ということで、こういうふうな行列式になるわけですね。 ということで、xi は、各 i 成分は、a の行列式分の a の大 i 列を b に置き換えた行列の行列式というふうに書くことができると。これをクラメールの公式というふうに言うわけですね。はい。ということで、このクラメールの公式の、まあ、エグザンプルですね。実例をちょっとやってみましょう。はい。a というのをこのような行列として、b をこのようなベクトルとしますと。そうすると、この方程式の解はどうなりますかと。 で、もちろん、ま、基本変形で解いてもいいわけですけども、この公式を使ってみるとどうなるかっていう話ですね。で、えっと、まず A の行列式ですけども、まあ、基本変形を使って計算すると、まあ、こういう感じで吐き出して、この第一列に関して4因子展開すると、まあ1、1七7 7 2 3という行列の、二次行列の行列式ですから、23-7×17 ということで、マイナス96とわかりますと。で、1列目を B に置き換えた BA2A3 の行列式は、 え、同じような感じで、この、ここを、ま、12-1-1にしてますから、これで、え、これは、あ、これ、このマイナス1使って、31セブのマイナス1使って、こう吐き出しすると、こういう風になって、で、ま、これちょっと、ま、簡単にしたり、この9倍して足したりして、あの、簡単にすると、え、ま、すぐ計算できる、できますけども、ま、こういう風になりますと。ま、これこうしてますね。三9倍して足してますね。そうすると、9 4 5ですから、十六64ですね。ということでえ、え、3×64。 3 2る6ですね。9 6る2ですね。ということで、まあ、マイナスの9 6る2で、この A の行列式のちょうど2倍になっていますので、X1 は2だと分かるんですね。で、同じようにして、B、えっと、X2 の方を求めるために、A1B、A3 ですね。これを計算すると、マイナス9 6る3になると。で、X2 は3と。で最後の、これも、まあ、これは96になりますから、マイナス1だと分かると。 で一応、検算してみるとですね、1列目の2倍は何かというと、4、6、2ですね。で、2列目の3倍は、9、マイナス3、6ですね。で、3列目のマイナス1倍は、マイナス1、マイナス4、マイナス9で、計算すると4、4たす9、13の12、6-7でマイナス1、8-9でマイナス1ということで合ってますと。ということで、この答えが、まあ、出ましたということになるわけですね。